フィリップ・ガブリエルフィリップ・ガブリエルは日本文学の研究者、翻訳家。アリゾナ大学生教授、村上春樹の作品の主要な英語翻訳家の一人として知られる。1992年にコーネル大学で博士号を取得し、2010年現在はアリゾナ州通村にあるアリゾナ大学で現代日本文学の教授職に月東アジア研究学部長を務める。 村上春樹を中心に、島田雅彦や大江健三郎ら多くの小説家の作品を訳している。彼の翻訳は、ザ・ニューヨーカー、ハーパース・マガジン、その他の出版物に掲載されている。ガブリエルはまた翻訳家、アルフレッド・バーンバウムに、吉田修一作品を紹介している。アンダーグラウンドの共同翻訳で2001年の日本文学の笹川賞。 群政の翻訳で2001年日米友好基金日本文学翻訳賞、海辺のカフカの翻訳で2006年編、ブック・オブ・ザ・マンス・クラブ翻訳賞を受賞している。2014年8月12日、村上の長編小説、色彩を持たない、大崎作ると、彼の巡礼の年の英訳版。 カラーレス作る田崎ヒズイヤーズ・オブ・ピルグリメージを出版した。ありがとうございます。